皆さん、こんにちは、キリタンです。今回は本能寺の変のその後のお話です。信長親子の殺害そのものは一応のとこ成功し、京都の信長残党狩りを終えた光秀さんは昇龍寺城に家老の溝尾重友さんを残して、自らは軍勢のほとんどを引き連れて大津の瀬田に向かいました。信長さんの後継者をアピールするため安土城を目指したと思われています。しかし光秀さんの目論見は早くも崩れてしまいました。瀬田城主の山岡景隆さんを味方に引き入れる作戦だったのですが、山岡さんは首を縦に振らず瀬田橋を落として甲賀軍に逃げてしまったのでした。この橋は安土に向かうにはどうしても必要で、少人数であれば船で渡ることも可能ですが、1万を超える大軍には川を渡ることができなくなってしまいました。結局橋を修復するのに3日のロスが生じました。この3日が光秀さんの運命を大きく狂わせたのです。そのため光秀さんは坂本城に入っています。坂本城に入るのと安土城に入るのではインパクトが違ってきますよね。タイミング的には坂本に入ってからなのか、その途中でかは分かっていませんが、信長さんの家臣たちに信長さんを撃ったことと味方につくようにと手紙攻撃を仕掛けています。また信長さんに敵対していた大名にも報告と協力要請を出しています。その例として知られるものに小早川隆景さんへ宛てた書状があります。別本川澄大公記に収められているものです。その中で光秀こと近年信長に対し憤りを抱き、遺恨も出しがたくそうらんと記されています。素直に受け取ると遺恨説で決まりになります。ただこの文書は光秀さんが残した他の130通ほどの文書と書きっぷりが大きく異なっていることを付け加えておきます。光秀さんは6月3日、4日の2日間で近江のかなりの部分を平定しました。そうして6月5日には瀬田橋の修復も終わり、やっと安土城に入っています。安土城を守っていた蒲生片秀さんはすでに避難していたため戦闘にはなっていません。それから秀吉さんの長浜城を攻め落としました。7日には朝廷からの勅使が来訪して、実仁親王から京都の運営は光秀に任せるという旨を伝えられています。9日は光秀さんが上洛して朝廷に金子500枚、御三家大徳寺に国100枚を献上しました。この辺の朝廷工作はさすがであります。この動きを見ると行き当たりばったりだけではないと感じるというか、確かなビジョンは持っていたと感じませんか。ですがこの時点で順調と言えないことがあります。これまで信長さんの下で光秀さんの与力として働いてくれていた細川親子と筒井純慶さんらが駆けつけてくれていません。特に細川藤隆さんとは長い付き合いであるし、その息子忠興さんは娘の玉ちゃんを嫁がせている関係であります。ところが聞いたところによると、髪を切って信長さんの死を悼んでいるというではありませんか。慌てた光秀さんは急いで手紙を送っています。その中で怒って哀願して言い訳して、さらに平定したらその後は子供たちの世代に任せても良いと言っています。光秀さんの必死さが伝わる内容です。この辺りの光秀さんの動きでやや不可解と言いますか、4日も安土に留まっていたことにも注目されます。朝廷工作を重視したのでしょうが、やはり誰も自分を家に来るなんて考えてなかったのでしょう。柴田勝家さんは上杉軍の対応で動けず、秀吉さんも毛利軍を相手しているし、滝川一松さんに至っては現地の掌握さえもできておらず、実際に
武田急進の反乱により大打撃を受けています。ちなみに家康さんも同様に深い信濃対策でとても動ける状態でありませんでした。しかしそこで最大の誤算が発生しました。中国大返しであります。今さら説明の必要もありませんよね。あまりにも秀吉さんが見事であったため、秀吉黒幕説に発展しています。諸説ありますが、一般的には光秀さんが小早川隆景さんへ本能寺の変を知らせるとともに協力を要請した密使を持った飛脚が道に迷っているところを秀吉さんが捕らえ、驚いたが使いの布の首をはね、毛利にバレる前に安国寺恵慶さんを呼んで和平交渉を急がせたとなっています。ですが実際は備中高松城の水攻めの時、つまり信長さんがまだ生きている時に、毛利方は秀吉さんに和議を申し込んでいました。秀吉さんはそのことを信長さんに報告すると、全部で5カ国の割譲が条件となっていたため、交渉が難航していたのでした。そこで本能寺の変を知った秀吉さんは条件を3カ国と清水宗春さんの切腹に緩めたのです。こうして3日に始まった交渉は翌日にはまとまったのでした。それから6日には吉川小早川の両軍が引き上げたのを見届け、中国大返しです。一昼夜で55キロの走破で、12日には摂津トンダに到着です。この行軍は主に重臣のみであります。山崎の戦いには間に合わなかった者もいました。山崎の戦いでの光秀さんの敗因には、予備奇襲を組織できなかったことが大きいのです。それまでの光秀さんの摂津の予備奇襲であったのは、中川清秀さん、高山重友さん、池田恒興さんでした。細川さんや筒井さんも含めて、彼らが味方になってくれると踏んでいたので、これが逆になると勝算は薄いと言えるでしょう。なぜこうなったのか。それは光秀さんが安土に引きこもり、朝廷工作に時間を取られすぎたからです。秀吉さんに先手を取られ、信長さんが生きているなどの情報を流されたりと、光秀さんが動いた時には彼らは懐柔された後でした。こんな状態で決戦を迎えることになってしまいます。光秀さんは京都を戦場にはしたくないと山崎の地を選びました。秀吉さんの先陣は光秀さんが味方になると思っていた摂津州の3人でした。光秀さんは天道山麓を進んでくる秀吉軍に備え、延命寺川の堤防背後の低湿地に布陣しました。軍勢の数はおよそ1万です。対する秀吉軍は3万に膨れ上がっていました。もしも摂津三人衆は光秀さんについていたら、数の上では互角にもなっていたのです。戦いの方は光秀軍の頼みの綱である勇猛で知られる斎藤利光さんの三千が最前線で囲まれて孤立して敗走してしまいました。ここから大きく崩れ、光秀さんは本陣を後方の昇竜寺城に移しますが、城は大きくもなく平城でもあるため、籠城しても持たないと考え、夜間に脱出を図るのです。光秀さんが脱出をした後、坂本を目指したのか安土を目指したのかは分かっていません。ただ最後まで突き従った者が非常に少ないのです。大人数だと秀吉さんの捜索に引っかかるからだとは分かるんですが、落ち武者狩りの農民に襲われた時には護衛は5、6人だけでした。負けた将に付き従う者とはそんなものなのですかね。結局オグリスで農民の槍にかかり、光秀さんは最後の時を迎えました。光秀さんの遺体は付近に埋められたのですが、農民に掘り出されてしまいました。それを秀吉さんにより本能寺の焼け跡にさらされてしまいました。
秀吉さんによる敵討ちを果たしたとのパフォーマンスです。その後14日には亀山城が落とされ、翌15日には坂本城が攻められています。坂本では明智秀光さんがよく抵抗するも、これ以上は無理と財宝を秀吉さんに差し出し自陣して果てています。この時光秀さんの妻子及び自分の妻も視察した上で自陣しています。こうして明智一族は滅亡しました。自称明智一族の方はいるのですが、そうそう、おまけで光秀生存説もありましたね。本当なら私も嬉しいので、その辺は深入りしないでおきましょう。それでは今回はここまでです。次回からは各説の紹介とそれらを否定する意見などをご紹介します。それではご視聴ありがとうございました。